センバース。あーここはウィリアムス。あボールは群馬です。センバース3ポイント。これは笠井鈴木とのマッチアップです。ここは昨日後半からね非常にバチバチやってましたが、はい、ここそうですね、はい、トレイジョーンズノールックからマイケルパーカー。昨日は2クォーター頭で3成功ありました。今日も打つシチュエーションになるかどうかパスを選んでいった上田サウスポーから離れた3ポイントの決めましたね。史上初の1万3000得点おー奪ったユトフがボールを失います。トレイジョーンズが後ろ見てパーカーへ。パーカー連続得点。昨日とは逆の展開ですよね。だけれどもそうですよね、はい、ここは早い判断になりましたね。このシーンで秋田がちょっとスリーポイントに嫌われているか。そうですね、外れてしまったんですけど、はい、いい形でシュートを打ててるので、はい、まあ、続けていきたいですよね。そうですね。うまいバックシュートを決めましたトレイジョーンズ。2本目は決めました。さあそして早い攻撃になります。トレイジョーンズに渡ってバスケットカウント。いやこれですね。これですね。さあ、あここで早く慣れていかなければいけません。小林トレビンパスにした。無理ブロック。パーカーですね。でこれで速攻になります。トレイジョーンズやっぱりあのいい状態に今ボールを持たせなかったりとかそれを作らせてないというところは成功してるかなと思います。トレイジョーンズに対してはレイトン・ハモンズバスケットカウント。崩す能力がありますからね、この辺をこうファウルをせずに横浜としては取りたいですし。ベテランの五十嵐圭。そうですね、あのマッチアップやはり関野選手になりますね。ああ、バックドアですね。今切れてきました。トレイジョーンズが出てしまった。そうですね、はい、ここで渡辺選手入れますね、ここで渡辺龍之介を関野に変えて入れました、はい、ちょっと落ちさせてマイケル・パーカー、ケンバース残り10秒切っています。マイケル・パーカーインサイドバルディ。いやー、効いてますね、バルディ選手の。さあ、ジョーンズこのディフェンスでどうするか。アキ・チェンバースのスリーポイント、やったこのシーン見事にスリーポイント沈め、トップしてカモンズ。金塊は飛んだが五十嵐が取った。三対二、三対一。さあここでジョーンズからアウト。パーカー。はい、もちろんリークアウトするとオフェンシブリバウンド取られる危険性を増すんですけど、さあ群馬は割とこれ身長のミスマッチ大きいですから。さあ動かした動かした。ああ来ましたね。出していったそこから行く葛西のスリー。これは決めなきゃいけないですね。はい、動かした五十嵐。外キックアウト山崎動かしてキーナン山崎のスリー。2本連続ですね。落ち着いてましたね。ここ五十嵐山崎キーナンそして山崎非常にいい形でボールが動きました。さあワンポゼッション決めて終わりたい群馬ですが残り5秒。ジョーンズが行くコーナーから杉本のスリー。まあ昨日と同じような展開54対42なんで長さんねここまでご覧いただきましたが塚本さん前半改めて振り返っていかがですか。なんかもっと開けられる要素があったんですけどね、なんとか昨日と同じな、森川選手がしっかり守ってる、山崎が打って決まりました。ここで大きなスリーポイント山崎亮。山崎、まあ、今時間なかったんでね打つしかなかったんですけどね、今日はノーマークでちょっと外すような、ね、シーンもあったんですけど、まあ、トレイジョーンズ入れたあと2秒1秒ここで打つがどうか。決まりました。ここでトレイジョーンズ決めました。菅原からマイケル・パーカー橋本バローンとミラー。さあここでジャンプに行く。ああここを決めていきました。この出しますがどうだ。激しいディフェンス。ショットクロック残り5秒切っている。外出してショットクないところ最後、まあ、落ちました。カバーしました、はい、カバーしましたね今ね。キーナがね、さあダブルチームに行きました。外に開いてチェンバース。キーナンからキーナンがそのままジャンプシュート、うん、決めていきました。スポットに厳しく疲れています。山崎ショットクラック2秒。山崎よく決めた。今のはミラー選手に体を当てたのが良かったですね、はい、群馬ここ1本返したい。残り5秒切りました。トレイジョーンズ
自分で打ってきたスリーポイント狙いですが決めた。これは大きい。最後に3点返した群馬ですが1クォーターは27対20。最後のトレイ・ジョーンズ、山崎バウンドパス、バローン1つずつだけ入れた、出し直し、出ないショットブロック、時間がない中ギリギリ締めました。3点決めました。スリーポイントを狙っている、ホセアスティール勝って、おお、ブロックだった。ブロックはチェンバース、はい、これすごいブロックでしたけども、わー、おー、よく取れた。パーカー、さあ取った40歳、パーカーが取ってきて、山崎、パーカーだー、そしてバスケットカウントマッチ。これは山崎選手、見事でしたね。あっと止まってしまって、チェンバース、キーナン、おー、後ろを通して、パーカーでした。いや、この何回かのオフェンスは全部キーナー選手を起点にしてますよね。これ非常に効いてますね。はい、五十嵐、五十嵐が切り込む、落とした、いい今度は速攻、秋田レイアップ、おー、抑えた。ここはトレイ・ジョーンズ、さあ先ほどここをうまく引っ掛けました、はい、川島ですかね。そして今度はチェイスダウンブロック、そうですね、ショットブロックを使い切って、ジョーンズですがパーカーのピックを使う、3秒2秒ジョーンズアタック、追いついた、宇都宮タイムアウトです。寄ってきますよ ね、 すよね。ただその分ゴール下のディフェンスはバルビンについていて空いていました。何センチですかね。バルビンが勝りました。ジョーンズが個人技抑えました。山崎が抑えたところで、おー、アキチェンバースのこのシュートが入った。なんとブザービーター、このシーンです。ただこの後のこのアキチェンバース、このあのこっちがバックコートのフリースローから入れましたからね。そうですね、ラストプレー決まった、キーラーブザービーター。